어쩌면 그 못쓰고 지은 수백 개나 쓰고 我々が 초국가적이 메인 부분의 시도를 해야 됩니다. 이런나 我々の 와포도 心に 届くか 届かないか 別 我々の 常に 24시간 365日 考え 모다에 苦しんでる という 姿 共に 戦っていこうじゃない そういう思いでここに立たせていただいております。今日また平穏だけども、このジャメジはもう29年間やっとるけども、よく血の海になったわけであります。かつては殴る蹴る当たり前、血を吹き出す横たるの当たり前の時代、でも本気になって戦う、 そういうような時代であります。ただ時代もどんどん変わり、我々は堂々とこの凱旋のみならずこの凱旋しないほとんどの一人になった時の本当の生活こそに本当の運動というものがあると確信し、堂々と生きていこうじゃねえか、こういう面々であります。今日 3月10日というのは、第二法帝国陸軍の法典改正を記念した陸軍記念日であります。その日を当てて、連合国、特にアメリカが、この先の下町、今では墨田区、両国、錦糸町、後あたりを徹底的に調べ上げ、 そして一番よく燃える、ガソリンを作り、そしてインディアンを火炙りするがるごとく、周りを囲んで絶対逃がさないようにして、一夜にして、10万の駆除士です。陸軍、海軍ではないです。駆除士を焼き殺したわけです。 3月10日において、我々がその前に東京ブレードに行って厳正粛々と参拝させていただきました。我々は慰霊する、8月15日においても慰霊という言葉がよく聞こえてきます。しかしどうですか皆さん、殺された方々が 成仏してください。慰霊するだけで我々世代がその責務というものを全うできるんでありましょうか。皆さん、我々は犯人を知っているんです。焼き殺した犯人を知っているんです。その犯人に対してこの焼き殺された方々の復讐戦を断行しなければいけないんじゃありませんか。皆さん、 以外、ブタれた持ち帰りです。イスラム教じゃありませんが、しかしながら今のこの日本というものは正直言って厳しい言葉を言えば負けたんだよ。あの先の大戦、いわゆる大東亜戦争について、我々はいやいやあれは聖戦だった、いやいや我々の戦いによって アジア、アフリカの方々が独立したから、あれ正しかった、こういうことで終わってるんです。そこで私もそう思います。あの大東亜戦争ってのはあった事実、是も非もないんだ。戦ったんだ、我々英霊層が堂々と世界を相手に戦った素晴らしい戦争だったんだよ。素晴らしい意義だったんだよ、義務だったんでしょ。 にもかかわらず、我々は原爆投下を2回やらされ、東京大空襲、大虐殺、大阪大虐殺を引っかかされ、戦後は火を海に変えられ、沖縄戦に負け、硫黄島に負け、海軍を失い、そして惨敗のまま敗れ去った。日本は負けた、 負けたということを、まず、もう一度。
또 주변의 길을 이만 시커지 나가라 망했다고 돈을 떠나있지 슬또 망했다고 돈을 떠나고 있겠나요 망했다는 나로 투자를 한다 죽이라 가슴 나요 이달 이만의 고 생명의 혼 생명의 혼 생명의 혼 기록을 해보 난데 그 생명을 투자하게 말아놨나요 이혼나 마귀 주석에 데리고도 생고도 이끌어도 알아라 이들의 쉐이 세월이 그 생원이 호 실제 수로 와 낙하선에게 뭐 나이씨 거이점에게 뭐 나이씨 이가 생물이 뒤집어 수로 와 슬리로 생소원이 갖다 두지 아니마셀까 시원은 이가 신력 생소원으로 한다고 가상께 이렇게 말이 아니가 있습니다 이마다는 야물이 가는 거 아니오 언니 아메리카 군도 육시옥수리 가이드 후에 신기시대 것들이 취해 하신이 어머니로 가니 혼담 좋아요 가이드 후에님 아무것도 말할 이유가 지분도 아마의 끝딱수와 지분도 쓰라 일본도 지니 생로배가 쥐라니요 이제 넌데 가이드 후로 와려와르신가 홍원이 아마언지라가 나를 알겠어 이만큼 신이하고 엠마이 時の聖徳太子が当時の大帝国に対して日の出る国日の沈む国にもらもうと言ったと堂々としたあの地というものは我々は見失ったものがありましょうでしょう以外一回戦争に負けたのその戦争においたって最終的にドイツが負けた時に我々は当時を90カ国全世界相手にたった一カ国で戦ったんでしょ皆さん、はい、いいかいそんな素晴らしい国がどこにあるんですか、はい、あのでかいアメリカだって連合国正直言ってみんな寄ってたがってくっついたじゃないか、はい、今のロスケにしたのそしてアメリカのアフランあの湾岸戦争にしたってアメリカ一国で戦ったじゃねえじゃねえかよ日本からもそう書いて金よこせみんな寄ってたがって一つのイラクに戦ったでしょようやく以外一人じゃ何もできねえずっと敵はアメリカこの時我々が負けてたまるかしょか以外アメリカがいい国だ日米安保条約で OK 冗談じゃねえよこの野郎以外広島原爆の福島戦東京大空襲大阪大空襲の屈辱を我々自身が必ず引き継いで必ず奴らに血の雨を降らさなきゃ気が済まねえのが本音じゃねえのかしょが、バイデンだろうがトランプだろうが来いやこの野郎いいか大統領がなんだ関係ねえやこっちはアメリカだよトランプがだろういいかマスコミは林さでトランプなるかバイデンなるかヘンリーか関係ねえだろうがよ女の子よもっと日本のニュースを探んで今日本の姿というものをもっと正直にやらないじゃないかよバラエティでウハウハ落語でウハウハやっとる暇ねえんだよいいかい今日本は今まで負け続けてるんだよ負けたことはよしとしてるんでしょ皆さんそれを一番感じるのは永田町じゃねえか永田町の連中に戦争に次の戦争で起こすつもりはさらさらねえだろいいかいやつらはもう敗残兵の傀儡なんだからよアメリカの手代なんだからよ永久日本は戦争という喧嘩さえもできない逃げりこぶさえ逃げ出せないで生かせるための海外族におだらないのがありますいいかやっからなこのクズ豚どもに対してこの日本が飲んだこの負け続けていいというあの戦争に負けてよかったというそういう連中が作ってるこの世の中無様な世の中にどこに平和があるんですか、諸君。いいのか、お前ら自身よ。日本が負けを関係ねえじゃねえだ。あんたの人生もそうじゃねえかよ。負け続けていいのか、クズでいいのか、敗残兵でいいのか、おめえの人生よ。違うだろうがよ。優しい言葉を投げて、強い社会を、いい社会を、素晴らしい人生をやるのは、強い人間であること。全ての戦いに勝つことじゃないのか諸君勝つという勝負については勝たなきゃならないんだよ
네가 다다가이도 아니로요. 최소한테 모르가 안다이 전화전에도 내라. 소유를 찍어서 이래야만 고도머니 머리를 흐르뜨자네노가 오야진의 머리를 흐르뜨자네노가 고내라. 도산도로 마요 콘크리트 지게이 아따전에가 콘크리트노 조식고세 그로스타 콘크리트 지게이요 아노마 한린노 도쿠로 이랬던다. 일본 도산도로 간부로 이랬던다요. 소도대와 병도 조단자네요. 우지네와 どこの人を馬と思うからねえの、かわいそうな高校生を拉致しちゃって知らん存ぜる子供に対してブルっちゃって何を言うねえ。挙句の後は犯罪者じゃねえかよ。いいかい、表で裏言ってることやってること関係違うんじゃねえのかと言ってんじゃよこの野郎。言葉嫌いで嫌い、言葉がもう一人怒るぞ。こういうことまであるんで失礼します。いいですか。我々は本気本音で勝負したいんだよ。見てくれね、こんな方で手振っちゃって清き一票お願いします。森脚俊介一票って、ふんなりいらねえよ、そんなやつは。よいいかい、ふざけるやろ、ふざけるな。ああ、汚い言葉、嫌だな、怖いわ。そういう人に一票欲しいんかよ、俺やら。いいか、怖がるとなんぼれもんじゃ、俺やら。いいか、うちはよくだろうが、フェスだろ、さっきもお前 こずれはよ言ったよ。あ、ファシストだって。うわ、嬉しいね。ファシストで結構、極右で結構、暴力集団で結構だよ。なんとでも呼べや。いいかい、人の呼びに関係ねえ。俺は俺で変わらなくやるんだよ。いいかい、今もう一回振り返る。今なぜ日本がこんなブザマな姿なのか、なぜ経済的格差があるのか、いいかい。 そしてなぜ何回も何回も能登半島のみならずあの大震災やっても何にもできなかったのか、無能なのか。その原因というのは今の日本は負け続けていいという、そういう気持ちがみんな持ってるからなんだよ。いいかい、日本を強くする、日本をもっともっと戦いに勝てる、そういう国、戦いに勝つんだよ。 それは戦争だけじゃない、地震にも勝つ、台風にも勝つんだよ。そしてあなた方人生、国民の生活にも勝つ、そういう勝てる国、それ作りをするのが本当に強い国じゃありませんか。社長、勝負なんだよ。負けちゃいけないんだよ。負けていい、試合放棄する、それで世の中変わりますか。あなたの人生それでいいんですか。 僕はどうせ何もできないんだから、僕は負けていいんです。バカにされて結構です。おめえ一人ならいいだろ。でもよ、じゃあお前一人でも自分よりは弱い人間、おじいちゃんおばあちゃんを救うことできるのか。人生なんてのは自分のみならず人じゃ生きていけねえだったら、周りに助けるんだろうがよ。助ける力もねえ、助けるだけの知恵もねえ、そんなクズになりてえのがクズにや。 いつまでたったって僕は弱いから負けてますから、僕に何かおめぐみちょうだい。僕は肩はだから足が不自由だから目が見えねえから、みんな恨みだちょうだい。ちょうだいじゃねえよ、俺やろ。めくらだろうが、ジンバだろうが、俺たちはみんな平等に考えてるよ。みんな一生懸命生きてんだろ。だったら俺は健常者と同じようなことやるよ。いいか、そういったジンバ特権、めくら特権なんか許さねえ。 堂々と、しかしながら、でけえやつもいるわ、ちびもいる、若い人間も赤ちゃんもいる、じじもいる、みんな違うの当たり前じゃねえかよ。当たり前のものみんな共産党みたいに一律にすることはだってないし、じいさんならじいさんに、おもんぱかりし、子供なら子供らしく、そういったものに対して対応するのは当たり前。目が見えねえが見えが見えないことに対してハンディを我々はみんな保管するのは当たり前なんだよ。 いちいち夜中と分かんじゃねえ女らよ。耳でっこいな人間にいくら出来よくで分かってんのかなって、きっぱか入れたのかよ。いいかい、そういうこと言ってるわけだよ。みんなそれぞれ環境が違い、みんなそれぞれ性格が違い、本性が違い、肉体精神全部違うんだよ。だったら違うだろ、みんな頑張って生きていこうじゃねえかってこと言ってるわけだよ。みんながそれで頑張れ、
そしてみんな自分自身の修羅場の人生と戦い、人生闘争の勝利、それを目指すことが人生の生きる最大のテーマじゃねえのか、諸君。ああ、自分の人生に勝つんだよ、勝利するんじゃねえかよ。いいかい、勝利するってのはどういうことなんだ。自分の考えてることを一生懸命考え、自分の行きたいところ行く、見たいことを言う、ね、言いたいことを言う、そういうことがちゃんと言える。そのためには他人の気持ちもある程度分かる、そういう相手のことをおもんぱかれるような力を持つことじゃありませんか、皆さん。ああ、いいかい、人間力、我々で言うと人生道場、自分の人生ってのは自分自身でもよく分かんないでしょ、皆さん。自分が何を悩んでるのかね、おばあさんね、教えてね、またね、長生きしてよ、皆さん。いいかい、自分自身でさえも自分の将来分かんねえんだから、他人のこと分かるわけねえじゃねえ。でもよ、分かりたい、知りたい、こういう欲望を持とうぜ、皆んなや。おだろ、自分の人生将来分かんねえんだ、どうやって死ぬかも生きるかも分かんねえんだ、だったらよ、今できること最大限やって、いつ死んでもいいような満足をするような、そういうプランニングしようじゃねえか、そして実行しようじゃねえか。そこで人生の PDCA があるんだよ。自分で計画し、実行し、チェックして、そして次のアクションにつなげる。自分で考える、自分で考えたことに対して自分で実行する、その実行したことに対して自分でケツを拭く、これが本当の自分の人生の生き方じゃありませんか、皆さん。常に今弱いから負けてるから、自分は何もできねえから、だから助けてちょうだい、何か自分が問題あって助けてもらった人間のアドバイスに、もしもそれがやったことに対して失敗したら、あいつが言ったからだよ、俺のせいじゃねえよ、だろ、みな社会が悪いから、金くれねえから悪いんだよ、悪いんだって、おめえ何やってんだこの社会に対して、どういう貢献してるんだ、俺は何もできねえから貢献しねえ、恵まれるだけ小じき、いいかい、その小じきどもが727人、永田町というところに住んでんだよ、居座ってんだ、我々の人合わせの税金を使って、その税金も崩れて、バックマージン、ふざけんなこの野郎、豚はクソでも食っとりゃいいんだ、あんな野郎。いいかい、かつて最小デモクラシー、豚どもは殺したんだよ、原隆から始まり、井上剛に至るまで、段徳丸、井上淳之介、次から次へと、いわゆるそういった軍属の官を叩き殺してきた、これが大正デモクラシーじゃねえか。いいか、物事は全て選挙だ、ふざけるなよお前、選挙に出て何するんだよ、異性の方で行くっていいこと言って、当選しまったら偉そうにして銀バッジ、何もしてねえじゃねえかよ、僕一人じゃ何もできません。じゃあ何人いりゃいいんだよ、多数で戻る、だからみんな人集めてますって、自分ができねえこと一人ができねえだったら、何百年詰めたった同じことじゃねえか、俺やら。いいか、できねえ理由を取り持ちにどうでもくっつくんだったら言うなよ、逆にできることやれや、できること考えろや、そうじゃねえのか。いいかい、あの山本太郎は俺嫌いだけどよ、しかしながら一人でいろんな手使って当選してる、片跡がめくら、めくるじゃねえや、いや、寝込んでる人間はたぶらかせてよ、経営してるだろ、俺どうなんだ、一人でも何か入ったら何かやってくる、そんなこと言ってたじゃないかよ、何にもしてねえじゃねえかよ、何にも、おいだろ、できねえことならやるな、言うな、自分のできることに対して一生懸命やる、一生懸命やってねえんだよ、奴らよ。いいかい、今回自民党
あんなこと許してきたのは与野党含めてみんな同じことやってんだよ。みんなクビだ、クビ。普通の企業でみんなクビじゃないかよ。大田の警察権力でもって、そして検察権力でもって全部クビなんだよ。あんなやつはクビどころじゃねえや、豚箱行きだよ、豚箱行き。一般民間人だったら即お前朝トントン、朝5時か6時にはいおまわりです、ガサ入れ、そして逮捕だぞ。一度逮捕されてみ、無罪放免でもよ。会社はクビだクビ。女やつ入れねえ。さっきから反社会的とか反社と言うけどよ、一番この社会に対して非常識な人間、一番社会にとって額の害をやったら与える人間は長田町長と思うじゃないか。長田町の豚じゃねえかよ。奴らがなかったらお前一人だっても税金1億円かかってんだから、少なくとも727億円は行くんだよ。そのかどうか偉そうにそこらでって何もしてねえ野郎だろ。いいかい、政治家なんてのはよ、さっきの佐々部長が言ったけども30何じゃ十分、いや一人いなくてもいらへんだよ、あんなやつはよ。いいかい、これからの時代は嘘偽り、そんなやつだったらぶっ殺すとは言わねえけどよな、ビーなっちゃうから。しかしながらそんなやつはほふるんだよ、ほふるんですよ。いいかい、そういう時代が間もなく来るんじゃねえのか。いいかい、なんか言うぞ、今日本はこの無様な姿は負けている、それをはっきりとまず受け入れるんです。そしてよし、この悔しさを、この ALF との対戦憎しみを我々は任せとけ。いいか、それで素晴らしい国をする、満足の国をする、それは自分自身の、じいさん聞いてか。いいかい、そういうこと言ってるんだよ。いいかい、我々はそれを君において自分に全うした人生を歩む。そしておかしいものおかしいって言え。今の日本がおかしい根本的な原因は日本が負けたということをはっきり見分け、そして次勝つための、勝つための努力覚悟と準備をすることが必要じゃねえのか、それは。いいかい、地震もそう、台風もそう、天災だからしょうがねえじゃんじゃねえだろうがよ。少なくとも地震が起きようが台風が来ようが自分の生活を守らせる、その地域の生活を守るための二の矢三の矢予防策をする、それが地震に対する勝つということでしょう。台風に勝つんだよ、津波に勝つんだよ。そういう勝つという、そういう覚悟と準備をすることこそが本来政治家の最大無一の資格、仕事じゃないでありましょうか。皆さん、あなた自身の人生変わってるのか、負けていいと思ってじゃねえのか。いやいや、僕は非武装だから、僕は平和主義者だから、戦いなんか喧嘩なんかしねえって横で言ってること自体が、じゃあ PT しかおめえは口がよっぽどうめえのか、この野郎ら。だよ、生きてること自体戦ってるんだよ。生きてることイコール一日にして60億個の60兆個の細胞が消えてなくなって新しい細胞が生まれ変わる、自分自身も細胞的にも変わってるんです、戦ってるんです、病気にもあるんだ、環境にも戦ってるんです。いいか、戦いということはもしも嫌であっても自分自身生きる分、生きるための闘争、生きるための勝利、生きてんだったらよ思い通り生きるじゃねえか、素晴らしいこと考えて生きるじゃねえか、素晴らしいこと、素晴らしい社会、平和な社会を作るんだったら自分で素晴らしい世の中を頭の中にイメージし、
目の前の戦い勝利しようじゃありませんか、諸君。勝利を目指す人間です。それがなければ周りの人間を幸せにすることは断じてできないということを再現を制限して明示しておく。あなた方の勝利、勝利に向かっての眼差し、勝利に向かっての爽やかさ、大手を打って戦おう、大手を打ってにっこり笑って悪を成敗しようじゃありませんか、諸君。我々道を分けろ。あなたの人生勝利万歳。あなた方の素晴らしい修羅場に対する勝利、大いに期待してやまなく、私の凱旋を終了されます。あなた方よう頑張ってください。勝利万歳。ご清聴ありがとうございました。ただいま訴えを行いましたのは、民族の意思同盟中央執行委員長を務めます森垣修介であります。これをもちまして、民族の意思同盟お茶の水駅頭集会を終了します。大変気をつけ、ご清聴いただいた駅頭市民の皆様に対し礼。直れ。ご清聴ありがとうございました。隊員別れ。